ございます。本日はですね、今から京都に行きたいなと思います。あーちょっとそんなのアップダメだよ。なんで京都に行くの？私の髪をおせさんに可愛くしてもらうためです。僕はその間は買い物したいなと思いますので、嫁を美容室に連れて行くためだけに京都に今から向かいます。行きます。楽しみ？髪の毛どんな風になるかな。そう、パーマやからな。まあいいようにしてくれんちゃう、おせさんやったら。そうだね、俺おせさんのとこ行ってないけど、髪の毛これちゃんと動画で言ってる、申し訳ないですって。なんかさ、ここから見るともう金髪だね、実物見たらいい色なのにさ、画面通して見るとすっごい金髪。ただのヤンキー。あ、ただのヤンキー、やばいやつ。31歳にしてヤンキー目覚めた。いや本当になんでこんな綺麗に映んないんだろう。あ、ゴーグルの色やから知らない。いやそれではですね、京都着きました。まずご飯に行きたいんですけど、あのね、これ傘刺さってんの。ちょっと並ぶ店あって、何やったかな、うどん屋さんやったかな、蕎麦屋さんかな、なんかわからないんですけど、さっき岸田にあのテレビ見とったら、テレビで出とって、ここめっちゃいいやんって言って行ったんですけど、めっちゃ並んでたんで、嫁が先に並んでます。でしかも1日15食限定という、あの女子の好きな限定ですよね。だから、オープンが11時45分ですが、現在11時34分、11分前に来てるけど、もう10人ぐらい並んでたから、どうなんかな、食べれんのかな、わからないですけど、嫁の元へ行きたいなと思います。ではですね、今から買い物に行きたいなと思います。嫁はもう先にあの降りて美容室行きました。もう時間がないって言って慌てて行ったんですけども、雨降ってきましたね。一応今日は雨降ってくるやろうということで、この濡れてもいい防水の、防水というか、まあ、耐水のアロー8とで、この撥水効果のある、バーサ、バーサタイプ、バーサタイプパンツと防水のボアの、ホカオネオに履いて、今日はですね、嫁が髪染めてる間に買い物したいなと思います。ダイワーを買いたいなと思うので、ダイワーを探しに行きます。行ってきました。ダイワーがあったんですけど、なんと明日発売ということで、今日はまだ発売じゃないし、なおかつ僕ダウンジャケットが欲しいんですよね。でダウンジャケットはさすがにまだ入荷せえへんって言ってて、ダウンベストは明日から発売って言ってたんで、今が今日何日だ、9月9日なんですけど、9月10日からジャーナルは発売って言って、めっちゃいい店員さんでいろいろ教えてもらいました。では次はアーバンリサーチにも取り扱いあるらしいんで、アーバンリサーチに行きます。いや行ってきました。アーバンリサーチも行ったし、ロフトマンも2軒ぐらい行ったんですけど、結局ダイワはですね、今すぐにはないので、ちょっと今日は厳しそうですね。あ、スローや。なので、今からはですね、ちょっとノースフェイスだけさっと行って、でそっから嫁の病院にちょっと行って、
しようかなと思います。ノースエース行ってきました。実はですね、もう買うもの決めとって、なんかあのマタニティダウンみたいな、赤ちゃんのダウンみたいなのを買おうと思ってて、なんかプレゼント用に考えてたんですけど、実はもう3日ぐらい前にもう販売した瞬間即完売してなくなったらしいので、それを友達のプレゼントで買おうと思ってたけど買えへんかったということで、もう歩き回るのしんどいんで台場のダウンはポチります。でもう今日この後ポチりたいなと思うので、確か今もうオンラインで出てるとこあるんで、まあ、サイズはだいたいもうさっきの店で分かってるので、台湾のダウンをポチって、で、嫁を迎えに行って、でついでにあの手土産もお世さんたちに渡しに行く感じになると思います。翌日来ました。1時間ぐらい歩きましたが、残念ながら今日は買えなかったので今からこちりたいなと思います。一応お世さんたちにお土産、嫁像が変わってるでしょうか。お待たせください。ミスキンさんもやってるんで、あ、へえ。髪の毛どうですか？いやもうおせさん最高。お気に入り？めっちゃ可愛い。自分で言うのもあれだけど、めっちゃ可愛くしてもらった。よかったね。うん、本当に。大満足？え、大満足だよ。カットもすごい。だってもうカットの時点で良かったもん。だけどパーマを当てた。パーマ、このうねりはどう？いや、いいよ。濡らした時もまた早く寝たいな。可愛いから。3分前に着いたのでインタビューしたいなと思います。インタビュー、何を食べますか？はい、なんかまあ野菜のサラダ美味しかったよね。ああ野菜のサラダ食べたいと思います。あとは、あと、まあ、今日お酒は2人とも飲まないので、まあご飯をメインに、まあお野菜がお店で、ピザとかも食べる。ああ、いいねピザとか、ピザとかパスタとか、うんうん、野菜系の、うんうんうん、
で、シェアしながら、そうそう、シェアしながら食べよう。はい、結局トウモロコシの天ぷらが一番うまいどこ行ってもね、うん、うん、うまっ。もうケールのやつ食べたかった。もうすでになって全然わからない。あ、どう？あ、そう、はい、ということでですね、もう夜になってきてご飯も食べて、あとは帰るだけなんですけども、ここでクレープを悩んでおります。ほんまは抹茶のアイスを食べたいらしいですが、そんなにお腹は入らないのでクレープで我慢してるそうです。では今日はあとは帰るだけなんで、この辺で終わりにしたいなと思います。では見てもらってありがとうございました。